本キックボクシング協会、日本ミドル級1位今野明です。今キックボクシングを続けてる理由は、好きな自分でいることができるから今もキックボクシングを続けています。っていうのも、自分8歳から大学生までずっと野球やっていて、キックボクシングは大学4年生から始めたんですけど、その時も大学の時も、いろんなトラブルで野球ができなくなって、でその中で自分が野球部に行ってサボったりダラダラしてる自分になっていくのが本当は嫌いだったんですけど、他の好きなことの見つけ方が分からなくて、でそんな時に友人がプロの格闘家になるっていうのを聞いて、それを後楽園ホールに生で応援に行って、そこで戦ってる友達の姿を見て、あ、すごくかっこいい、これだったら絶対に自分もあそこで戦いたいっていうのを思って、次の日に野球部を辞めて、キックボクシングのジムに入門しました。でそこからもう本当にまた頑張ってる自分に戻ることができて、1年でプロになって今に至ってるっていう状況です。自分のトレーニングで意識していることは、もちろん速く動かす、強く動かす、そういったことも意識してるんですけど、自分の体をしっかりと自分の思ったようにコントロールする、そうすることによってやっぱり相手と相手の動きとか自分の動きを把握できるので、より倒しやすかったり試合で勝ちやすかったりするようになるので、そこを意識してます。自分の一番得意な技全部人を倒すつもりで蹴りもパンチも肘も膝も打ってるんですけども、その中でもやっぱり左のボディーブロー、これが一番自分の中で得意な技で、ベルトストーカーっていうニックネームの由来なんですけど、自分は日本王座に3度挑戦していて3度敗れてます。でもそれでもやめないで絶対にチャンピオンになりたいっていう、その思いだけでやってるので、そのニックネームがつきました。今の年まで自分がプロをやれてるのは奥さんの支えとか理解が絶対に必要なので、そういった奥さんの気持ちをしっかりと汲んで、今度に絶対チャンピオンベルトを持っていきたいなと思っています。あとはやっぱり周りで応援してくれる仲間だったり、お世話になってる人、そして自分が子供の頃スポーツから夢をもらったので、自分が今度は子供たちに何か少しでも希望を与えることができたらなと思って、今もキックボクシングを続けています。